まあ、最初すごい手こずったけど。いや、そろそろ帰りたいんやけどな。ケルベロスちゃん2体はやばいやろ。光ってなかったよ。ここら辺開かないかな。ああ、仕掛けで。ということは何かしか、ギミックがあるっていうことなのかな。隠しかがり火とかもあったもんね。火炎瓶。松明。松明があるぞ。ということは、もっと暗いダンジョンがあるのかな。 いや、あれもうケルベロスじゃないけど、もうケルベロスって言ってるよね。 で、ここで、あと一つ気になるところがあるとしたらやっぱこっちだよね。さっき行かなかった。死んだら許してくれ。ちょっと怖い。様子見よう。これ出てきそう、出てきそう。怖い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 。ほら。やっぱり出てきた。やっぱ出てきたこいつら。なんだこっちの道は。なんか怪しいぞ。おい。なんだここは。おお、綺麗だな。失礼します。うん、ごっそおりだ。おい。おい。思うんだけどさ、こう来ちゃダメなような気がする。そうそうそう、このゲームね、マップがないから分かんないんだよね。松明使っちゃう。おお、びっくりした。おい。 このおっちゃん怖ー。車椅子のおっちゃんが 銃持っとったぞ、ラッパ銃を。松明使ってみるかい？松明はどこにあるの？松明は何ボタンかい？え？装備できない？装備できない？使うができない。あ、わかった。これ両手にしてるからか。これで使えないんだったらわかんないよ。わかんない。いやー、わかんないな。わからんことがちょっと多すぎるね。切り替え、四角か？いや、違うな。分かった。こうすればいいんだ。こうだな。OK。 お、来た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 。よし。うらー。
やはり脳筋タイプ。どうも、ガチンオです。ああいう奴らはもう近づけて、チャージショットだよね。おおお。痛い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 。ちょっと待って。痛い痛い痛い。あぐらかいてたらめっちゃ痛い、あるある。ああ、右足が死ぬ。もうガチイモさんもそろそろね、おじいちゃんの領域に入ってきてますから。まる、お？せい！よしよしよし。さあ、あ、ちょ、待って。マジで痛い。痛い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 。足がつったんじゃなくて、おおおおおお、これ左行く？待って、帰りたいんだけど。わかんないから、ちょっと早く明かりを、誰か明かりを教えてくれ。あのでかいおっさんはもう無理だ。え？この下か？え？怪しいな。3体おるぞ。あれ？こうか。いいね。そう、おねんねしなって、なんか軽く倒せない。こやつら、見くびってたらすぐやられるから。ちょっと待って、2500も溜まってるから。そろそろね、一回セーブしたいところだよね。なんか、ないの？家が見れない。こっちなんかありそう。絶対あるな、これ。ないんかーい。なになに？ここになんかあるの？そうですね。いや、知ってる知ってる。教えてくれ。え？知らないしかないんだけど。教えてやれよ。知らない。いや、おかしいとは思ってないけどさ。すいません。あ、またや。戻る。なんだこのおばあちゃん。失礼します。なんもなさそうだね。あ、ここ。え？おい、
なんかすごいえげつないダンジョン見つけたぞ。でも絶対行っちゃダメでしょ。一回帰りたい言っとんのに。帰らせてくれよ。おおおおおお。なんか新しいおっちゃん出てきた。今です。ほらー。からの。よし。オッケーオッケー。え、生きてる。死んだ後のモーションかと思ったら普通に生きててた。うわ、血まみれになってきたぞ。で、これ行っていいとこだと思う？みんな何も教えてくれないんだけど。頼るなよっていう話だよね。で、もう一発。よしよしよし。おい、なんか来たぞ。おいおいおい。バレていない。あ、行っちゃダメなとこ？了解。あ、この僕の初心。初見プレイを楽しんでるんだね、みんな。ほら！よしよしよし。怖い怖い怖い。一体倒すごとにすごい精神。あれ、ネズミ！おい、あれ思い出すぞ。なんか呪いにかかったら、詰むみたいなね。そんなあったよな。ここら辺ないですか？すいません。そろそろ帰りたいんですけど、一回。やばそうだよね。おお。うわ。危ない。あ、そう、やっぱ壁には引っかかるんだ。忘れてた。よし来い。3回攻撃やな。こうなんかノコギリみたいな持っとるおっちゃん。2、3回やらんのかい。ほらー、うおー、もう攻撃しちゃおう。よし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 。 OK、 体力回復18も残っとるぞ。これこれはやばい。こんなんで死にたくない。アイテムロストとかしないのかな。了解。下かー。どうしようかな。おい、なんか来たけど。あ、危ない。おーおーおお、あれ絶対痛いやつや。絶対痛いやつ。おい、おい、おい、あいや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 。まあこういうこともね、あるよね。2500ロストか。まあアイテムロストがなかったら、まあギリ OK かな。ドンマイドンマイだよ。でもどうしたらいいんだろうな。結構分かったから、あとは扉をどうやって開けていくかっていう話な気がする。
鬼畜だよね。またこっからだよ。よし、こっちから行ってみようか。そうです。おお、あ、燃やせるんだ。これは勉強になる。っていうことは自分も燃えるっていう話だよね。敵を燃やせるっていうことは、せい、これ体力回復すごい集まらない。おいおい、よし来るぞ。いやボーイ、よし、こなれてきた。ちょっとで、この下に、なんかあの鎧を持ったおっちゃんがいるから、あいつを倒すか。あいつはもうね、あっ、待ってください。待ってください、火炎瓶だよ。おー違うよショートカットに入れたいんだ。ここか。よし、倒すぞ。さーい。うわー、全然効かん。おい、うわー、ちょ待って、ちょ待って。よしよしよし、オッケー。待て、こういう時のこの銃で障害。待ってください。おい、松明じゃないんだこの銃。あ、違う違う違う、ミスったミスった。こうだ、4しか効かないは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 い、おいおい、うわー、もう一丁。うおらうわもう倒せるぞ、この体力回復があれば。よし、おら、よっしゃ来たぜ。強化結晶石、多分何かいいものに違いない。この斧を強化していきたいね。なんかないかな。しかし火炎瓶が40しかダメージ入らんとはな。こいつはこのためだけにいるのか。あ、敵の背後を取る。もしかしてな、何やったっけ、バックスタブみたいなのあるんですか。あ、おいおいおい、こんなとこにギミックがあるやないかいっていうね。やりました皆さん、やっと進めるわあ、これでつながるんだ、なるほどな。よし、つながったぞ。こいつも倒すか。おい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 、お、ここになんかアイテムがある。新たな発見、火炎瓶か。どうしよう、一回帰る。一回帰った方がいいよね。878やったらなんか買えないかな。でもいらんか。まあでも、どこでセーブされとるかがわかんないから、一旦帰ろう。イエス、よしよしよし、家を覚える、了解。ちょっと待って、一回ね、お手洗い行ってくるんで、行ってきまーす。
よし、はい、戻ってまいりましたと。人形が捨てられている。アイテムを売れるのか。使用により血の意志を得る。ああなるほどね。アイテムを求める。防具とか買っちゃう。まあ、防具必要だよね。一番高いのはどれだ。一番バランスの良さそうなのこれか。ズボン買っちゃおう。でもどうせ後で手に入ると思うんだけどな。こういうのみんなだったらどうしたい人かな。こんばんは、いらっしゃい。あ、帰ってまいりました。ちなみにこの、あの動画ですね、動画っていうか放送はもう丸々アーカイブとしてね YouTube に残すんで、グダグダ見たい時に見てください。どうしよう。じゃあ行く。これクリアできると思う？ヤナムシが。オーケー。クリアできると思う？本当に？しかもさ、家のさ、なんか機械とかいろいろ見ようぜって言ったのに見てないっていうね。まあこれもガチもクオリティか。もう次やることが分かったからね。とりあえず進んで、門を開けてっていうのを繰り返していったら、あ、武器、耐久性か。ちょっと待って。それは見ておかないとな。やっぱり、説明がなさすぎてね。わから、耐久性これ。あ、224だね。これ224っていうのが、耐久度や、度だよね。オッケーオッケー。全然大丈夫。全然大丈夫。ここもね、こっちからは開けれない。反対にないのかな？ないね。でもこのセーブポイントみたいな明かりを見つけるのが、このゲーム難しいなぁ。よし。オッケー。よし。で、これまたあの仮面のおっちゃん、蘇ってんだよね。そいやー、もうここは覚えたから。結構、あ、なんだろう。なんか手に入れたぞ。緑のものを。なんだ。木の板みたいな手に入れたけど。すんやー。あれ？よし、OK。このゲームはオートセーブか。なるほど、了解です。あとちょっと待ってよ。さっきなんかすごいいいコメントがあったんやけど。僕がトイレ行く間に書いてくれましたよね。銃は、パリーって言ってカウンターで大ダメージ与えられる使う。なるほど。絶対無理やな。僕の腕やったら。手動セーブ？どこにあるんですか？セーブするとこ。うらー！それはリアルに教えてほしい。ここまで来て、セーブせずに、じゃあ終わりまーすとか言って終わったらさ、何シャレにならないんです。それは教えてよ。さっきのベースにあるのか。はいはい。よいしょー。
はい。はい。オッケー。待って、頭の上に。オートセーブじゃない。自分で最初のとこにいちいち戻るしかない。ゲーム終了すれば、次始めたところから始められる。了解です。怖いなぁ。ほんとか？もう騙しとか入ってないよね。疑っていくスタイルね。ここにいたっけ？あはは、いたいたいた。あと、ダクソとかデモンズみたいに、スキルの振り分けってできるんかな？レベルアップとかどこでやるんやろ？記録するか終了。あ、なるほど。了解です。じゃあ一応、うおぉ！オートセーバーされてるんや。このゲームは確かに地道に、死んで覚えて死んで覚えてのゲームですね。多分みんなもうクリアしてんだろうな。上手い人たちは。よし。OK。ゆっくり行こう。そいやー！やっぱこの斧強いぞ。よし。銃持ちのおっさんが、普通におるから、それに気をつけながらやな。スピアと盾。はい、はい、結構食らった。あー、もう2周目とか行ってる人いるんだ。すごいな。もう相当上手い人やろうねそれ。おい、あ、走り切りとかやっぱあるんだ。もうやめてくれ。痛い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 。もうここら辺さっきやったからさ、適当になってる。ほいほい。あと体力回復をたくさん持てるのがいいよね。自分心が折れかけてます。それ絶対ボスでしょ。嫌だなぁ。 R3 でロックオン了解です。まあ、なんかロックオンね、まあ1000でもいい時もあるから、まあ、難しいよ。痛い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 。よーし。OK。ここら辺。ああ、この裏に、あの、でかいやつおるもんな。ん？残ってんぞ。よし。とりあえず序盤はマラソン。